YTJP チャンネルをご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。私たち吉本坂46です。はい、明けました。明けましたね。さあ学生さんですよ、うん、なんか学生さんこういうの頑張ってたとかありますか？あ、私は高3の時から吉本に入ってまして、はい、あ、そうなんです。で、あのラジオに移動しても行きたくって、うん、授業をサボったら先生に鬼怒られましたよ。そうです出たいもんは出たい、やって言われて、出たいもんは出たいですからね。そうなんです。でもそんなことしてもなんとか生きてます。みちゃんさん、なんか受験の時とかってあったりしました？受験の時はハラハラすると思うんですけど、はい、あの友達とかといっぱい話して、うん、いろんな悩みを共有して最終的には一人で戦ってください。なるほど、いい戦いっぷりですね。ひなね、私はあのずっと機械体操部であの体操をしてたんですけど、あの冬休みね、1月やっぱお餅をいっぱい食べて、部活休みなんで、うん、いっぱいお餅食べすぎて、あの次に部活始まった時に太りすぎって怒られたことがあって、いいですね。体操部の人、お餅食べすぎないように気をつけてね。僕はですね、あの、はい、すっごい神社いろんなの行ったんですよ。それでもね、あの受験落ちてしまったんで、まあ、自分プラスちょっとした、うん、あのエッセンスで神社ぐらいに思って、あの願いすぎないように頑張ってください。以上、吉本坂46